キッチンパークは日本の女性お笑いコンビである。解散前に所属していた事務所は SMA ニートプロジェクト。これより前に所属していた事務所は吉本工業、ホリプロ。2002年5月にコンビ結成。かつては吉本工業に在籍し、吉本に在籍していた当時のコンビ名はキッチンだった。命名理由は二人が初めて打ち合わせをした場所が、 ファーストキッチンであったことから、大阪での吉本のライブ、吉本ホルモン女学院などに出演。その後コンビは一時解散することになり、森の方からその旨を伝えたが、その後のケバ橋による熱意あるアプローチなどにより、2007年に二人とも上京し、東京で再結成、ホリプロに移籍した。なお、この一時解散の時は、森の方から、もうええわ、などと伝えたが、 佐橋はいつものツッコミのようなものと思い込み、森は連絡を絶ったものの、解散と受け止めていなかったという佐橋はその後も電話をかけ続けるなど森との連絡を試みていたという。喋り主体の漫才を展開、森は関西弁を使って行っている。佐橋が自分のことをエミピョンと名乗ってステッキを持った妖精や魔法使いのキャラクターに噴してのネタも行っていた。 ホリプロに所属していた頃から奇跡体験。アンビリバボーの前説を務めていた。2010年12月31日をもって所属していたホリプロを退社。その後もフリーで活動を続けていたが、2012年秋頃に SMA ニートプロジェクトへ所属。2020年1月20日の最初で最後となった単独ライブベストフレンドをもって解散。 解散後は二人とも芸人を引退。ありがとうございます。